はい、これがトミカの、ハスラーですね。これをもう初回特別でも、買ってきたものがあって、まあこちらなんですが、消防指導者です。ハスラーの方はね、まあ残念ながら通常品で、ちょっと前まではあったんですが、もうそれがもう製造中止になって、なくなってしまったんですが、まあこのハスラーはね、なかなか、いいなという感じで、結構よくできてるなという感じでこういうふうになってます。だから前に絶版となったハスラーを元にして、まあ、この消防指導者バージョンというのを作ったんですが、まあ、トミカが50周年だったので、まあ、50年を、記念してなのかは、まあ、どういう意図があったかはちょっと分かりませんが、まあ、消防指導者と指令者か、指令者っていうのは要するに消防隊員をこういう車に乗せて、まあ、火事の現場に行って指揮をする人間を乗せる、あるいは、まあ、今の時代ではもうナビとかね、もうインターネットが発達した時代だから、普通にっていうか、まあ、道に迷うことはあまりなくなりましたけども、昔はそういったインターネットというものがまだ普及してもいないし、まあ、地図というのもねあんまりなかった頃の、要するに地図しても昔の手持ちのね、紙を広げてみるような、時代の時はもうそういう時はそういう地図を持って、まあ、消防隊員が乗り組んでね、でそこで指導したというふうに思うんですね。ところが今の時代は随分変わって、今の時代はもう衛星で地図の車維持が把握して分かるから、まあ、それでどこどこに行ってくださいってすぐ分かるんですね。だから、まあ、道に迷うこともなく目的地につけると、そういう便利な時代になりましたよね。あの地図ね、マップの地図を見広げながらね、寄り道はどこを取っていけば寄り道がしていけるとかね、そういったことを考えながらやっていたけど、そんな時代がはるか大昔になってしまいましたね。あんな時代はもう今じゃ考えられませんけども、はるか20年30年前はみんな地図のマップが売れてね、でそのマップを片手に、どこどこに行きゃいいんですかって、で道に迷うと、ね、知らない人になんかでこう町の人にこう聞いたり村の人に聞いたりなんかして、でここで行きたいんだけどどこ行きゃいいんですかって言ったら、これこっちに来てくださいとかね、港はどこに行ったらいいんだとかね、山はどこ行ったらいいんだとか教えてくれたわけですよ。ところが最近道を聞く人もいねえなと思ったら、まあそりゃそうだな。今もうスマホが普及して、スマホだってほら、もう持ち歩いてればもう位置がわかるじゃないですか。だからもうどこどこに行きたいって言えばもう場所がすぐわかっちゃうから、まあそれをしかもナビタイムっていうのがあってね、案内してくれるようなそういう時代になったんで、まあそういう道に迷ったっていうこともないし、道に迷ったからといって人に聞く必要ももうなくなってしまったというね。まあ、そういう時代にはなりましたけども、なかなかそういったところなんかも考えてもね、非常にこう良い、まあ、時代になったなというかね、そういうふうな、なりました。だから昔は本当によく道のなかった人はどこだか分かんなくなって道を尋ねる人なんていたんですけど、今の時代は、まあ、そういう人たちっていうのはあんまりもう見られなくなった、ね、まあ、そういったところもやっぱりこう時代がこう変わってきたなという、ある意味でのまま証ではないかなというふうに思いますね。どうもありがとうございました。